用意始め。はい、皆さんこんにちは、鶴田部です。今日再び留萌港にやってきました。この間の大雨の日のリベンジですね。ぶっこみ、今日ベタなぎですね。風もなくて本当にいい感じです。はい、じゃあここで今日はカレイを狙ってですね、胴付け仕掛けでぶっこみでカレイを狙っていきたいと思います。もちろん油子とホッケも歓迎です。よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。さあ行くぞ。はい、磯目ちゃん、今日の磯目はまあかな。ちょっと最初は様子見で、そんなにめちゃめちゃ元気がいいわけではないけど、今日いいでしょう。まあ、まだ今時間は午後2時ですね。2時半。今日はここからだんだん潮が引いていく予報なので、干潮に向けてやっていきたいと思います。そんな遠投しないで、こんなもんでいいんじゃないかな。っていうか、ここの堤防でぶっこみするの実は初めてなんですよ。では下準備が終わったので、しばらくお待ちください。早速当たっている。早速なんか当たってきた。フグじゃないといいけどな。あれ、コツンと当たったのにな。あら、止まっちゃった。こんなハゼでは。よっ、おあ、なんだ、ハゼついてんじゃん。ハゼとなんだ、しかもヒラメ用のワームつった。やった。根がかりかと思ったらヒラメ用のワームだ。あ、ハゼ釣れた。ハゼ、やっぱりさっき当たりあったんだ。ハゼちょっとキープ。いや、これはなかなかいいんじゃない。やった。これあれね、どこだっけ、どっかのメーカーの、有名メーカーのあれですよね、ルアー習得物。いや、根がかって切れちゃったんだね。ヒラメ狙ってたんだね、これ間違いなく。以後これ自分が使わせてもらいます。ありがとうね。どうもです。ありがとうねって、なんかともにいいねだったよね。ちょっと重り軽くしよう。はい、1投目は魚じゃなくて良さげなルアーとハゼ釣れました。はい、これで坊主逃れた。今日はおめでとう。よし、やっぱりさっき当たってたんだね。あ、これ重り軽い15の方がいいや。これちょっと遠投して。はい、じゃあちょっと待ってみましょう。あ、もうすでに当たってんじゃないこれ。ほら、ほらほらほら、当たってんじゃないこれ。お、当たってる。当たってる、当たってる。あ、なんか糸吹けてるのかな。あ、乗ってる乗ってる。あ、乗ってる乗ってる。なんかついてる。なんかついてるついてる。魚、ちょっとさっきのハゼより手応えある。なんだなんだ、まあまあ、ん、なんだこれ、フグか。やめてくれー、フグのネリアンちゃんっていうのはやめてくれ。あ、やべ、本当にフグだ。あ、違う、ハゼだ、ハゼハゼ。お、でかでかでかい、でけえ、でか。やったー、やった。
2連やった。でかでかい派手やこれ。わもっと冷静になることです。わめっちゃ楽しいこれ。わマジでか。ハゼいいな。ハゼ天ぷらにしたかったから。よかったよかった。いやフグかと思ったけど。よしもう一回運動ここら辺行け。おいい感じじゃない。さっき入れパクでほぼほぼなんかもう糸吹け取ってたら来たもんね。いやけどこれ見てください。これでかっ。磯目吐き出した。磯目吐き出した。さっきのハゼが半分や。いやこんなでっかいハゼ初めて釣った。嬉しいね。ルモへハゼ釣れるって言ったけどこんなでかいとはな。よし今回の釣る食べ料理はハゼの天ぷらで決まりだ。強めの当たりが来たね。お来てる来てる来てる。これハゼじゃないか。張りがかりしたっぽい。これあれ外れちゃったか。あなんか一瞬重かったけど外れちゃったか。あれ出た出たミニハゼ。本日3匹目ミニハゼ。かわいい。いやーこれちょっと悩むな。逃がしてもいいんだけどな。ちょっと杭が結構立ってるから短めにしよう。カレーが来ないな。カレー狂いっていうこの仕掛けなのに。なんでやねん。なぜ。ちょっと場所を変えて。おう。お、今度のはちょっとまあまあ。久しぶりにちょっと大きい当たりだったんだけど、あら、そんな引かんな。けど当たりは大きかった。お、手応えも、ハゼ、ハゼだハゼ。でか。あ、ハゼフグ、ハゼフグだ。はい。ハゼまあまあ、いや久しぶりにまあまあの方だ。いや、これ持って帰れるね。おお。いや、いい方だ。フグちゃん。フグタくん。フグタくん。残念。今日はハゼ日和だね。やった頑張りましょう。どんどん来いよ、ハゼ。ハゼの天ぷらじゃ。はい、皆さん。だんだん日が暮れてきて今5時過ぎですね。ちょっとカメラで見るとちょっと明るめなんですけど、結構これもう現場は暗くなってるんですよね。もうちょっと竿先も見えなくなってきて、井戸吹けも見えなくなってきたので、ちょっとこれで今日はぶっ込みちょっと終わらないと嬉しい感じですね。はい、こんな感じです。ハゼが大小10匹ずつぐらいですね釣れました。今日のルモイぶっ込みはハゼ祭りでした。次回は何祭りでしょう。じゃあこのでっかいのハゼですね、家に帰って鶴食べ天ぷらにして食べましょう。